フラットパックは Linux デスクトップ向けのソフトウェアデプロイメント、パッケージ管理、アプリケーション仮想化を行うユーティリティソフトウェアである。ユーザーがアプリケーションとシステムを分離して実行することができるサンドボックスを提供する。フラットパックを使用するアプリケーションはハードウェア制御やファイルにアクセスする権限を要求する。GNOME でアプリケーションコンテナを利用するというアイデアは デナート・ポッター・リングが2013年に提案し、2014年に記事にしたものである。フラットパックは、freedsktop.org のプロジェクトとして開始され、以前は、xdg-app という名称だった。2017年2月現在、フラットパックとして、人気のアプリケーションとして、ブレンダー、ジンプ、ディバオフィス、ピタビー、kde アプリケーションズ、 リンフォン、GNOME レシピスなどが存在する。また、文字ァ Firefox、Skype、Spotify の開発版などの非公式のフラットパックも存在する。ありがとうございます。